2022オートバックススーパー GT ラウンド7ファブホテルオートポリス GT300 キロレース GT500 クラス見事優勝です17号車アステモ NSXGT 塚越恒大選手松下信治選手にインタビューしたいと思いますではスタートを担当した松下選手19号車を抜いてからはかなり前の車を追いかけるペースも非常に良いスティントだったと思いますけれどもいかがでしたかそうですねあのまずは昨日のクラッシュから、えっと、まあね 見ればどん底だったんですけど予選に間に合わせて本当に5分前に地面に車がボンと落ちてあの治ってるかどうかもねもうドライバーとしては不安なんですけどメカの人が全部ちゃんとやったら大丈夫信じていけって言ってくれてそれですごく安心して Q1 を通れたんでそこから流れが変わったなっていうのは思ってて Q2 で見事 P4 っていうねあの状況からすごいポジションだったと思うんですけどそういう意味でんかすごくリラックスしてできるっていう自信がスタート前からあって。 今日はですごく集中力高い中でスタートして、まあ、アクションそんななかったんですけどタイヤのまあコンディションとあの他のチームとの争いそのねギャップとかをずっと考えながら攻め時を考えながらやってて最後まあウェッツさんを抜いて3番に上がった途端にピットしたんですけど、まあ、その時のチームのまた頑張りとピットの作業の速さと。 なんだろうリリースの、ね、判断がもう完璧だったなと思うので本当にワンチームチームに塚越選手はバトンを受け取ってえピット終わった組ではトップでしたが逆にピット終わってなかったチームが前に特にキーパー号が前にいる状態の前半だったと思うんですけれどもえご自身のスティントはいかかがでした車の調子としては良、えーまあ、かったと思いますし、あのー、まあ えっとずっとピット入ってない37号車が走っていて、まああのまあ、できれば早く入ってくれないかなってちょっと思いながらも、えー、ただ37号車は結構いいペースで走ってくれたんであのそういった意味ではあのいいターゲットとしてあの、まあ、僕もペースをまあ考えながら走ることもできましたしで、まあ、後半、やっぱりちょっと長いスティントになるので、まあ、タイヤをまあどうねあの、まあ ヤと会話しながらあのどう最後までパフォーマンスを持たせるかというところはあの、まあ、いろんな走り方を試しながらい、えー、きましたし、まあ、あの本当に、ね、油断はできない、えー、レースだったと思いますので、まあ、最後の最後まで、えー、しっかり車を、えー、ゴールまで運ぶことができて、えー、よかったです。あのまああのノブも き、まあ、昨日の、ね、アクシデントからやっぱり予選に間に合わせてくれたチームの力は今回かなり大きいと思いますので、まあ、そんなチームで走れることを、ね、やっぱり僕自身誇りに思いますし、まあ、あのいい結果が残せてよかったです。 今回の優勝をもって最終戦に自力チャンピオンの、えー、ライバル勢の順位関係なく優勝すればチャンピオン決定という自力の可能性を残して挑むことになります。最終戦どのように戦いたいか塚越選手からお願いします。あのね、毎戦やっぱり勝つためにはどうするかっていうのことを考えているわけで、あのまあモテキに対してもそういうね姿勢で望みますし、まあ、あのしっかり自分たちの、えー、最大限の力で。えー 最高のパフォーマンスで最初にのんで、まあ、勝ってチャンピオンを取るために全力尽くしたいですね。松下選手お願いします。はい。ええー、まあ小出さん言ってくれたことなんですけども、まあうちのチームは妥協しないで、えー、目的に向けて準備していこうと思ってます。あの、まあセットに関しても作戦に関してもいろんなチームの運び方そこに対してすごくフォーカスして妥協なしで絶対に勝ちます。はい。ありがとうございます。以上でインタビュー終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。